ね。このチャンネルをご視聴の皆さんに関わりに行ってくれて一言言っておきたいことがあります。このチャンネルを見る限りはそこに行ってあげる。このチャンネルを見る限りはね、成沢さんにスパチャ行ってみよう。そうなんだ。だからライブ配信がまだ終わってないんですよ。終わってないんですよ。いや、なんか日食ってこういう同窓会的な要素もあるんでしょ、きっと。あのね、ということでケアステックの川野さんですわ。こんばんは。画像処理、各コマ、動画の各コマを画像処理やってる。はい、皆さん、こんにちは。星空写真家タイムラプスクリエイターの成沢ひろゆきです。ということで、皆既日食の撮影が無事終わりまして、まあ、いろいろこう、ミスがあったんですけど、まあ、それも含めて、まあ、勉強だったかなっていう感じがしますね。結局カメラ3台設置して、まあ、本当に、そこそこいいかなみたいな感じで、うまくいったのは1台だけだったので、また次の撮影もね、日食も行きたいなと思ってるんですけども、今日はここからですね、もう日食の撮影終わったんですけど、もう1週間かけて、南半球の国立公園を回って撮影をするっていうツアーに切り替わるんですね。なのでその様子をここから Vlog でお届けしたいと思います。それでは行ってみましょう。はい、568キロ6時間54分ってことは、はい、じゃあ15時13分着です。今出たね。でまあ5時ぐらいになったね。17時になった。ナヌータラのガソリンスタンドは、ここね、ここにはなくてこの分岐の道を入っていったところの、入ってからですね。また出す。バイバイ。Your tiny hand in mine. You're 5 feet off the ground. You rest on my shoulder. The stars convey the light. はい、現在我々はナヌータラでしたっけ？ナヌータラという町に向かっています。昨日まで皆既日食を観察するために、エクスバウスっていうところに滞在したんですけど、3泊ぐらいしたのかな、キャンプサイトで。そのまま1泊して、翌日、またこうやって移動してると。いや、運転しながら。大丈夫。やっぱオーストラリアはコーヒーって言ったらこれしかないんだな。我慢して飲むか。まあまあ。今ナヌータラを出てしばらく走っているんですけど、ずっとここ電波がないですね。あと何ちょっと？ちょっと待って。え、これ、置物じゃないよね。置物？置物よ。いや、動いた。動いてるよ。ええー、マジか。なんか、胸につけときことは買い物だ。買い物や。あ、動いた。動いた。めっちゃタルンタルンやん。え、それ、タルンタルン、金玉長っ。金玉長い。すごいタルンタルンだよ。すごい。だいぶ景色変わってきましたね。なんかオーストラリアでもちゃんと風景に変化があるんだっていう。あるんです ね。いや、なんかあの西オーストラリアの海岸線が何もなさすぎなんでしょうね。こういう景色を求めてましたよ。わ、なんかほら綺麗だ。いい。よし、到着。トムプライスに到着しました。ここがホテル。ここがホテル。へぇー。
すごい、この隣がホテルとはな。いやいや、足。どこいるの？キャビン。キャビン、ここだ。この中がホテルです。うん。わお。なんか、いい感じで田舎ですね。多分ここ、他に日本人とかいないと思いますね。今、店に入ったらすごい見られたから。こんなね、西オーストラリアのなんていうか、僻地って言ったらおかしいですけど、日本人来ないよね、多分ね。トンプライス、ホテルモーテル。ホテルなのかモーテルなのかどっちなんだろう。札幌ある。札幌ビール飲める。いや、飲まないけど、パソコン充電したいな。もう、電気関係を、あとなんかメールの返信とかもしたいですね。あの、まず今日は心置きなくシャワーを浴びれる、はい、それから充電もできます。別にこれはそんだけじゃないの。夜なんとかな、なんとかの件じゃない。でも明日はもうどっかまで走らなくて。せーの、乾杯。Oh, the lilac snow drifting down so soft. 小遊三さん、今めっちゃいい笑顔してますよ。あー、うまい。すごいいい笑顔してた、今。ずっと移動でしたからね、今日ね。叶えましたよね。リゾット、ミックスグリル、フィットチーネ、ピザ、バーベキューソースかな。で、これなんだろう、なんか肉、サラダ、サラダ、マルゲリータ、あれランプだよね。もう何か分かんないけど。すげえ。すげえ。日食祝いですね、これね。日食祝い。All the light like snow whispers softly on the wind. As memories come back. Ah, delicious. This is delicious. Delicious.Once the candles on the tree are soft and light enough. 今度パスタをいただきます。パスタ久しぶりだな。ピザはまあピザはまあ。これ何これ。お肉の汁の波が合う。ありがとうございます。でかい。うまっ。うまい。弱とはいえ感動されたことがあるかもしれない。あ、今回なし。目迷うなって言えた。仮死に国立公園に向かってる。バスが2台止まってたところ。なんとかみんな撮りますか。よし。あ、なんか岩に なんか文字が書いてるな。景観がすごいな。ここなんて場所ですか。R.I.P. Lookout。 あー、そういうことか。 R.I.P. って追悼って意味じゃないですか。
で、よく見てみると、亡くなった方に対してのメッセージを書いてるんですね、これ。This is it. Life's not infinite. It's the only chance we get. So, why are we waiting? Why are we waiting? Will it click? Looking for the next new fix. Is this the new kind of sick? Why are we waiting? Why are we waiting? They say they have the answers. 鉄鉱石を運んでる電車だ、これ。え、まだまだあるの？全然終わんないんだけど。先頭車両は見たんですけど。わあ、この辺鉱山なのかな。あ、終わった。あ、終わった。すごい、めちゃめちゃ長い。国立公園の入園料できるんですね、クレジットカードで。あ、これ大事なんだ。これ大事なんだ、もらってこう。パンフレットですね。カリチニ国立公園を進んでいるんですが、あのね、すごい悪路っていうか、まあ、国立公園だからなんですけども、こういうなんていう、これもう鉄鉱石なんでしょうね。重い。うん、すごい硬くて重い石がずーっと続く道で、で、こんな感じでキャンピングカー2台で移動してるわけですけども、キャンピングカーで移動するのはちょっと道が悪すぎだろうっていう、話になりました。もちろんの車に乗っている人たちの話では、なんか換気扇がなんか落ちちゃって、振動でガタガタガタっていう振動で落ちちゃって、あとグラス、ワイングラスが置いてあって、それもちろん落ちないように固定してたんですけど、それがなんか割れちゃったとかってね、いう話で、キャンピングカーで来る進むのは厳しいんじゃないかってことで、今ね、打ち合わせをしているところです。国立公園って本当手つかずの自然だから、舐めてかかっちゃダメなんだよね。だからやっぱりみんな経験豊富だなっていうのが、そういう判断がすごく早いなっていうふうに思いましたね。この辺にあるなんか茶色いやつ、あれ、アリ塚だと思うんですけど。はい。はい。津村さん、翻訳してもね、あなた20分戻りますか？すごい警告だ。あ、本当だ、端がありますね。めっちゃ痛い。うん、これ草がもうこれめちゃめちゃ痛いね。サボテンなんだよ、これもうね。いってててすごい痛い。全部サボテンですよ、これ。痛い痛い。もうなんかちょっと触っただけなのにもうなんか痛いんだけど。ちょっと強く触りすぎたか。滝に行くみたいですね。ザブンって。飛び込める滝みたい。ハエが多いな。ヘビ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 。ああ、おるおる。本当だ。トイレでね、注意書いとった。あ、注意書いてましたね。これやばいやつじゃないですか。わ、テラテラしてる。脱皮したばっかりだ。なんだ。ヘビ嫌い。毒蛇？うん、多分。すごい。やめて。やめなさい。やめてるから、すぐや。え、何すぐや、よこそ。あれ、山口さんかな、あれ。あの黒タイツは山口さんかな。メダカ
かみたいなの。あ、ほんとちっちゃいのいる。あ、いっぱいいっぱいいる。あ、そっちの方がいいですよ。あれ？いやでも使い込んでんなぁ。リオティント。あれ帰ってくるとこ。使い込んでんなぁ。あ、そうか。下ろして帰ってくるとこですか。そうなの。同じやつですかね、じゃあね。あれ取ったらしばらくでもこれ踏み切らかないですよ。ニューマンという街に行きました。結構大きな街らしいんですけども、ここで。買い出しをします。もう食材はほぼゼロに近くてですね、野菜食ったり、なんだ、肉を焼いたりしてキャンプして今日撮影するっていう感じなんですけど、じゃあ紙コップ、皿探しに行こう。今ですね、なんと今日はその RV パーク的なところで車が止められるキャンプ場みたいなところで、キャンプしようっていう予定だったんですね。で、先にこう食材を買ったんですが、なんとそのキャンプ場がですね、予約をできる日が限られていて、今使えないということがわかりまして、ちょっと途方に暮れている状況ですね。とりあえずこう、南帰る方向に南下しながら、途中でなんかいいところがあったら入ろうと。で、何もなければ、どっか広いところを見つけて、そこで、キャンピングカーで寝泊まりをしようと。まあ、途中でなんかどっかあればいいですけどね。とにかくなんか、シャワーが見たいんですよね、とにかくね。トイレもそうですけど。いやー、ほんとね、海外の行き当たりばったりのこういう旅ってやっぱ難しいんだね。なんていうか、多分治安の問題だと思うんですけど、オーバーナイト禁止っていうところが割と多いのは海外事情で、寝泊まりする施設っていうか、まあ車ね、車中泊ですればいいやって思っても、やっぱできるところがトイレの近くにはないっていうのがあって、まあその辺の道端でで、できるんだったらそれでいいのかもしれないですけど、これだけ大人数になるとね、やっぱ、そのおトイレが確保されているところで、宿泊をしたいと思うので、この辺のさじ加減がすごい難しいところです。Vitamins and history books Psychology and a different way to liveAt it all, 'cause my perspective is broken. 次の町に行くのと、もう一つ、次の町の前にアスファルトのこうちょっとこう奥に入る駐車場がもしあれば、あ、なんかあれば止まりますじゃあ。そこもありかなと。でもそれね、アスファルトがどうか昼間だったら分かんない。そう、分かりにくいんですよ。もう夜分からへんで。入ってみないと分かんないですからね。まあ多分。なんか看板かなんか絶対あるんで、そういう、うんうん、コンクリかなんかになってたら。ね、ピーがあったらこう寄ってみて。そうそう、まあ、ピーなかなかないんで一回ずつ入りましょうか、軽く。そうですね。ロードハウスに到着。あ、トイレあるわ。トイレある。あ、いけた。ああ、よかったよかった。もうカウントで飲めますよ。あ、こんなところあるの、すげえいいじゃん。なんと。OK だって。で、お風呂と、あ、違う、シャワーとトイレ使って。
ってよくて。ただでいいんだ。え、ただ本当は10ドルかかるんだけど、今日はただで行ってさ。こんな便利なところがあるのか。めっちゃいいじゃん。迷惑かね。Dark, yeah? あ、あの辺でいいな。うん。Showers, よかったね。10ドルって安いよね、だって。1000円でしょ？で、ベッドもあるんだ。なんか仮眠程度でみたいな感じなのかな。いや、よかったね。河野さんがすごい安堵した顔をしてたよ。よかった、よかった。じゃあ、ちょっと引っ張りますので、よく手伝ってください。手が冷めないようにね。OK! 何でもうまいと思うよ、たぶん。This is it. Life's not infinite. It's the only chance we get. So why are we waiting? Why are we waiting? Will it click? Looking for the next new fix. Is this the new kind of sick?そこの方が見えてる。これはうまいでしょう。はい。お疲れ様でした。あ、うまい。うまい。めっちゃうまい。おいしい。これは。めっちゃ迷うやん。このみんな。あ、これ？あ、もう食事してある。あ、じゃあ、助けてよ。あら、まあ。うまかー。半分座っちゃっていいから。うまか。こんだけ苦労したやつだからね。格別ですね。格別です。うん。あ、嫌な感じですよ。うん。絶対難しいんだ。これやっぱりそのね、まあ怖いわ、欲しい。怖い。もう怖いけど欲しい、それ。蚊取り線香はワールドワイド。朝から肉を焼く編集長。サーモンです。あ、サーモン！サーモン！ナイスモーニング。ロードハウスはこうなんかこうこっちのなんかトラック野郎たちの巣窟みたいな感じですかね。めちゃめちゃでかいトラックがいっぱい止まっています。こういうところがあるなら、ここを拠点にしてまた撮影来ようかなって思いますよね。よく言ってますか、この。オーバーサイズ。あ、通り過ぎたオーバーサイズの時なかったけど。あれ、すごい。あれ、すごかった。あれ、ヒットカント危ないよね。あんなのが全然。路肩に出たもん、これ。もうはみ出てるもんね、やったよ。はい、昨日買ったシャーモン、シャーモンだって。鮭と、津村さんが持ってきてくれた味噌汁です。味噌汁濃いし。いらないの、これ。あー、これはすごいぞ。染み渡る。これでも味噌汁持っていくの必須かもしれないですよ、これね。めっちゃうまい。あ、やっぱ俺日本人だわ。すげえうまい。機材に関してはこういろいろ極限に至るまでこう荷物を減らそうという話この間されてたじゃないですか。でもこれは持ってくるってとこなんかおしゃれですよね。メリハリ、メリハリ、メリハリね。もう一回言って、もう一回言って。メリハリやね。メリハリ。メリハリです。あ、ピンボケじゃん。いらんもんは持っていかない。でもいるもんは持っていく。これね、ペットボトルをどう使うのがね、難しい。ペットボトル切って、ペットボトル切ってね、作ろうとしてもね、なかなか難しい。味噌汁味のコーヒー、これはね、川野さんのコーヒー。赤いのはこれワインの混ざったコーヒーですね。そうそうそう。ワインの混ざったコーヒー。昨日はロードハウスかを偶然見つけてスポット入って、なんとかみんなでですね、ゆったり食事と休憩を取ることができました。で、今日も、もう今4時半なんですけど、もうすでに移動しております。サンドストーンっていうところに行くみたい。ナチュラルブリッジがあって、そこで成形写真を撮ろうっていう話になっています。で、今どんどん南下している状態ですね。最終的にはワディファーム、パースの方に到着するような段取りで、あと3日4日あるのかな？ここまで
なんか一緒に行動していると、なんていうか、役割分担じゃないですけど、みんなのチームワークもだんだん上がってるですね。すごい朝の段取りとか、食事の段取りがスムーズになってるなっていうのを感じてますね。外はこんな景色が広がってます。今日はそのサンドストーンっていうところで撮影をする予定なんですけど、今日は金星と月がすごく並ぶ夕方の空に並んで輝いて見える日なんですよ。だからそこから今日はホーリーグレールの撮影できるかなっていう感じですかね。でもここからやっぱ8時間ぐらいかかるみたいだから、一生懸命移動して夕方着く感じ。運転頑張りましょう。今日も運転のトップバッターは天竜さんです。はい、頑張ってます。ありがとうございます。え、カノさん、今日サンドストーン行って、うん、その後別のところに宿泊するの？いやいや、サンドストーンっていう、まあ、小さな町に宿泊する。あ、サンドストーンの町に宿泊する。本格的に今日撮影したい人と、もう宿が決まってるから、撮影したい人はちょっと車で移動した方がいいかな。いやー、ケイしか運転したことない。気持ちいいなすごいなすごいなもう10キロ上げてみるか。80。ふぅー、お疲れさん。もう答えみたい。まだ走りたかった。まだ走りたかった。一瞬だったな。短いな短いな。あれじゃないと思う、多分あれじゃないと思うんだけどな。これからなんかすごいでかい車が通るから、こうちょっと待っててっていう規制が入りました。昨日もね、オーバーサイズっていうめちゃめちゃでかい車が通ったんだけど、それが来るのかな。オーバーサイズを持つ人たち。あー来た、なんかでかいの来たよ。やばい、あれなんかめっちゃでかいじゃないか。やばいやばいやばい。家みたいな車？家っていうか、何あれ、なんて言えばいいのあれ、要塞？あーすごーい。オーバーサイズローダーヘッド。やばいやばいやばいやば。タイヤ、え、なんかタイヤ運んでるよ。重機運んでんの？オーバーサイズ。パフォーマンスよ。わお、わお、でかい。うわあ、手見てください。キャタピラーって書いてある。トラックのうんちゃん手振ってくれた。うん、手振ってくれた、トラックのうんちゃん。いやー、すごかったね。でけえ、もう、反射線はみ出してるよ、あれ。え、まだ来るの？え、まだ来るの？まあ、これはこれででかいんだけどね。表紙抜けやないか。小物やないか。小物やないか。でかくないな。2台連続だ。これはピッチピチだね。先ほどじゃなくてもでかいね、これ。うーい。これ先導するんだな。でかいの来るのかな？うじゃ！あー、なんかでかいでかいでかいのいる！でかいのいる。あ、手振ってくれる。あ、なんだあれすごい！やばい！やばいやばい、あれやばい。うわぁ、うわぁ、マイコくん、風すご、風すご。トラックの人が手振ってくれるの。うわぁ、うわぁ、でかさーでしょ、あれ。でかさー。うわぁ、あれはでかい。あれはでかいよー。な、あれ何、船？船の一部みたいな感じだよね。もう撮ってるの？撮ってます。ああ。正面と運転してる私を撮っている。爆心中です。どこまでも続く大地。
そこを疾走するのは、またでかいの来ますよ。何運んでるんだ君は。何運んでる。わーわー、手振ってます。わーこの度のちょっとした楽しみになりつつやるの。オーバーサイズ着たらワクワクしてしまう。ワクワクする。何もないです。お昼ご飯食べるんですか。ここでお昼ご飯食べる。この植物がすごい不思議で、なんかね、ブヨブヨしてるんですよね。なんか柔らかい。マウントマグネットという町だそうです。すごく綺麗な町なんですが、わかります？誰も、あ、少年が二人いた。日曜日ってこっちみんな休むんだね。で、今ね、このお店に来たんですけど、この売店で、ね、今夜のご飯を、食材を買う予定だったんですが、12時で閉まるんだって。はい。なのでやってない。でかいの来た。でかいの来た。でかいの。サンドストーンのキャラバンパークに到着です。ここで一応一泊する予定で、この近くにロンドンブリッジっていう、あの、岩のアーチがあるみたいですね。で、こういう撮影地の場所って、あまり公開されてないっていうか、その地図にちゃんと表記されてないことが多いんですね。で、大体地元の人とか、あとビジターセンターとかで、ね、聞いてくるのが一番いいんですよね。で、これから、このレセプションカウンターでチェックインをするので、その時に聞いてみようっていう話になってます。しおりをゲットしました。あ、書いてる書いてる書いてる。ロンドンブリッジ6。あ、あるある。朝は日陰になるんだろうな。今日ね、月が沈むんだよね。月が沈んだ時にこの影が動いていって、で、後ろから見えるかな、この天の川がね。みんな他にも撮る人いるから、その中でね、タイムラプスってやっぱり一枚でもこう入ったら後で、ね、いろいろ消さなきゃいけなくなるから、まあそういうリスクを回避するためにもなるべく人から離れてカメラを設置しなきゃいけないわけでして、お、なんか息泣きも、こういう息泣きもあるんですね。だから、ああ、いいね、ちょうど、あ、なるほどね、いいね、こうか、こう行けばいいのか。よし。一度設置完了。あ、間に合わなかったな。しょうがない。もう一台設置。よし、二台目。完了。月が落ちて、天の。あ！半白明光線じゃないですか。映ってるかな？あっちのカメラ。
天竜さんは配信の準備をしてらっしゃいます。シグマの66脚をつけてシグマ FP でインターバル撮影開始しました。あとでデジタルズームでつなげるやつですね。